はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ、昨日だね。今日はごめんなさいね、風邪ひいてて。で、まだまあ大体良くなりました。これ調子乗ってダメなんだろうけどね。で、実はね、このちょっと前3分、4分、5分ぐらい撮ってたんだけど録画回ってなかったっていうね。なんで、まあ、撮り直してます。でね、前回どこだっけ？前回あっちで、コメントいただいたやつを実践しようとしてたんですよね。これ。これで、ゾンビさんが、これに引っかかって殴らなくなるっていうのを、実験したいわけですよ。ちょっと待って、これこっちもやるか。ちょっと待ってね。こっちあれにしようよ。これにしようよ。2面ぐらいずつあった方がね、ゾンビさんいい感じに引っかかってくれると思うから。あ、結局さっきね、録画してた時ゾンビさん来なくて他のことをやろうとしてたんだけどね。でだ。私は大変なことに気づいてしまったんだよ。バイクがなくなってる気がするんだよね。バイクがないんだよ。どこに止めてたっけって思って探したんだけど、ないんだよね。バイクって前私どこに止めてましたっけ。私の中ではね、ここに止まってるつもりだったんですよ。ここに。でもないんですよね、ここに。ここに止まってないから、上かな。では、右上のさっきのトラップというかなんていうの、実験しに行った場所に行くときにバイク使ったような気がしなくもないんだけど、近くにないんだよね。こいつは参ったなという。いやー、マジか。ないんだよね、やっぱり。そこら辺止まってねえかな。ないね。どこに置いたっけ。まあいいや、よくないけどいいや。いや、ゾンビさん来ないんだよ。フェラル後で静かすぎるな、さすがに。これは困る。実験しようがないじゃん。じゃあちょっと、もう遠出の準備するか。これ何？レディーキラーチャレンジ。レディーキラー、これ、こんなのフェラルの日に読むべきだわ。レディーキラーとか、どうだっけ、入り口こっちか。これ入り口じゃないんだけどね、本当は。便利だからこっから入っちゃってるっていう。ダメだね。バイクなくなりました。もしくはどっかに置き忘れてきました。これもないもんね。もうこの前フェラルで巻き添え食った。あん時俺バイク乗らんかったっけ。フェラルの時バイク乗ったよね、俺ね。あれ持ち帰ってないんじゃないの。ちょっと待って。俺もフェラル負けたんですよ、前回。負けたというか、死んではいないけど、私の中ではもう、弾が尽きて、もう逃亡しちゃったんだよ、こっちに。逃亡したというか、倒しに来たというか、上から。中で耐えきれなかったんだよね、ちょっと。スナイパーライフルの弾が切れちゃって。あ、よかった。よいしょ、いい。なので、コメントいただいたやつを実践するためにね、ちょっと、何持っていこうか。とりあえず、ネイルガンと、オーガーは置いていきましょう。これレアなんでね。オーガー持ってないか、俺。オーガー持ってきましょう。持ってきた。置いていきましょう。で、コンクリートも特に必要ないんで、置いてっ
って、ビーカンはどうでもいいから持ってくか。で、キア持って、ピッケルは念のため入れて。なんだっけ、これと。ライバーも入れて。こっちかな。で、その間にちょっと瓶を作りたいかな。サンドって空いてる。サンド、グラス入ってるね、オッケー。グラス、じゃあ。40ぐらい作って、こっちでは水を沸かす前に水を汲まないといけない。バケツが欲しい。どうしようかな。ちょっと多めに広げるからこれでいきましょうか。こっちでこれやればいいんじゃないの。市松模様だっけ。市松模様って言ってた気がする。こんな感じかな。あ、違うか。まあ、いや。あ、違うな。なんか明らかやらかしたった。たった。あ、いいじゃん、これ。これでいいじゃん。なんか違うな。まあ、いいや、これで。OK。で、あ、瓶がないとね。結局瓶なんだ。よし、いいね。よし、行こう。組んで、なくなって。やっぱ無限水源作りたいよな。どうにかして作れないかな。このゲームのことだから作れそうだけどね、まだ。どうにかコツがあるんだろうな。とりあえずあれ作っとこうか。コンクリートじゃない、骨でグルーを作るだけ作ります。あ、もうこれ止めていいね。あ、40ってあんだけ。40じゃ足りねえな。50、60にしとけよかった。まあいいや。でね、近いうちつか、まあ本当にすぐなんだろうけど、スナイパーもちょっとこれじゃ持ってないないから、こいつは置いて、このボロい方を持っていきましょう。リペアもちょっとね、大きい気味でリペアして、オーガー入れなきゃ。オーガー、こんな頑張って作ったオーガーをね、持っていくわけにいかない。50% ぐらいは死を覚悟してるんでね。グルできた。水終わった。 50% は覚悟してるけど、死ぬつもりはないからね。覚悟と死ぬのは別だから。モーターをもちろん作りたい。よし。お、これも水か？これ違うか。ダメだ、なくなるね、やっぱりちゃんと。ちょっとだけ今期待したんだけどね。もしかしたら持つんじゃないかなーって。長旅になるかもしれないんで、4個ぐらいでいっか。いや、6個にしよう。ちょっと奮発して6個持っていきましょう。で、バイクはね、別にね、600エンジンでいっか。別にいいよね、特に問題ないでしょう。コンクリートとかを詰めて、これと
これ。俺チーヌかんといけんや。やべえ忘れてた、チーヌかんといけんや。あ、ちょ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 、俺何飲んだ今。あ、まあいいや。違うの飲んだ気がする。ハーバル、ハーバルエッセンス飲んだ気がする。いいや。これ喉乾き？喉乾きだね、多分ね。で、血抜きまくって。バンテージはいいや。ファーストエイドキットじゃなくて、あのあれ、これ。ダクトテープだ、ダクトテープ。ダクトテープなんてファーストエイドキットで使うのかっていうね。アルコールの存在忘れてた。そういえばアルコールなんていうのもあったね。アルコールってどうやって作るんだっけ。アルコホール。AL か。あー、なるほどね。コンビニか。16個あるから1個置いて。これでいいんじゃないの。それがちょうどできたところで、まあ、こっちで作っちゃう。あ、どっちも止まったね。よいしょ。あ、どうしよう、もう材料持ってっか。いや、どっちにしろ1234スロットだから4520個、20個もいらんだろう、さすがに。そこまで持っていかないわ。20個も血抜いた俺死ぬって。あー、これ、なるほど。俺は今やっとこの絵の意味が分かった。周りのやつチューブだったんだね。特に気にせずに、これが、うわ、やべ、血抜きすぎてた。これがブラッドローキットかーって。ぼやーっとしかイメージ持ってなかったんだけどさ、これがチューブで、ここにある透明のパックが血のパックで、これが注射器だったんだね。なるほど。注射器じゃないと思うけどね、普通。なんか、蝶々みたいなやつ刺すよね。あー、なるほどね。そういうことだったんだ。とりあえず何スロット持っていく ?1、2、4スロット。5スロットぐらいあれば余裕だよね。うん。もうちょい、もうちょい作ろう。うん。いくつ減るの ?16。おうおうおうおおお。視界が、視界がやばい。これ以上ちょっと抜いたらやばいね。あれまだ作れる。いや、でももういいや。もういいや。あれ作ろう。バンテージ。10個も作っちゃった。1個持ち歩くとして、ビール、シャベル、ピッケル、ハンドガンいらんよな。ハンドガンいらない。その代わり弾をちょっと作ろっか。あれ、薬莢とかってどうやろ。ケージングがないんだけど、作るか。どっちのあるっけ。ある、プラス0。おお、入ってる入ってる、よかった。プラスじゃなくてこっち50ぐらいいいかな。おお、いいぐらいやん。よし、レシピのこれのこれ、よし。こんなもんかな、持ってくのは。
あこれ一個使っちゃうかもうめんどくさいし、使ったらもっと作れるもんね。よし、血抜け血抜け、もう入った。おー抜いたね。もう一回ぐらい抜いてもいいんじゃないかな。あ、HP だいぶ増えてきたね。しかし最初スタート100だもんね。あれ100だっけ70だっけ。100だよね。死にまくって70になるんだよね。血抜いて、あやんじゃん。あよおいおいおい、よし、これでファーストエイドキットを作りまして、よいしょ。あこっちじゃない、こっちに置きたいんだこれ。よし、なもんかな。多分アルコールとか入れて、ブルーもしまって、草もこっちでいいかな。で骨、ストーンとサンドはしまっとこうか。で木と穴掘るための道具と、よし、じゃあ秘蔵のコレクションを出そうか。惜しいな、この鎧だね。もうちょっとなんだよね。あとヘルメットも一個持ってこうか。この600を持ってくのはちょっともったいないから、それだけちょっとしまっといて、とりあえず着てみるだけ着てみようか。今の防御値がどこに出るんだっけ、これかな、 22% 多分。やべえ、かっこいい、やべえ。あれ、あーアイアンアーマーとか外から切られるのね。これが防護服完全装備です。見えねえ自分。右手普通にもう防護服が手出てるやん。そこまでやるわけないか。よいしょ、よし、いいね、これだったらいけ。あれ26%って書いてあるんだが、これ平均かな、やっぱり。あれ、こっちの方がさ防御力高いんじゃないの。そんなことはなかった、ごめんなさい。でもさ、でもさ、あちょっと下がるね。じゃこれ結構きついやん、結構きついじゃんこれね。マジか。しかもこれ何、リペアポジト、あこれ俺のだよ今の。ミリタリーファイバーで修理するんですよね。でこれがライトアーマー扱いなんですよ。これリペアしたら下がるやつかな、怖いな、怖いけど試すためにこれに修理使うのもったいないからな。ああもうぶっつけ本番だな、これから修理するか。靴はちょっと持っとくか。よし、リペアファイバー、今ハザードラディエーションが 15% です。これを回復するかどうか。 15% から、あ10減った。84まで来たよ。ちょっとこれ期待大じゃない俺。これ全部修復したらさ、本当に耐えきるんじゃないの。見て 40% まで来ちゃった、すげえ。いや 10% 下がるのもったいねえな。ちょっとどうにかどうにかこうにか俺のスキルで8しかねえわ、8しかねえわ。なんだっけ、アーマークラフティングみたいなやつがあると思うんだよね。ないね。これライトアーマーっぽいっちゃライトアーマーっぽいんだよな。
クラフトプラントファイバーはクロースクラフティングファースターアンドアトピーだベタクオリティ、あとベタクオリティなんでファイバー系、ファイバークラフティング系なんだよこれは。じゃあちょっと違うね。ライトアーマー、これは怪しいんだけど、これリペアに関しては何も言ってないでしょ。ゲインスキルバイテイキングダメージワイルウェアリング、これを着てる時にダメージ受けたら上がりよっては言っているんだけど、クラフティングとは言っていない。クイッククラフティング、クラフティング系ってこれ、ガンスミス、アーマースミスがないんだよね。トリジャーハンター、あったー、アーマースミス。これだ。まさか 80% まで行くと思わなかったからさ、これリペアして。ちょっと失敗したかな。どこだっけ。これか。84% まで行ったんだよ、防御が。これも 80% まで行く、 90% まで行く可能性があるから、そうすればこれ結構耐えれるようになると思うんだよね。なのでそれにこれマシマシでつけれるわけでしょ。あ、これダメか。これか。これもダメだな。これか。これとか。これとか。フェイスこれ切れるんじゃないの？え、ダメ？なんか前さ、ある順番でつけたらつけれるとかあったよね。あれもないかな。ない。これやばいわ。こっちだな。うん。これは？あ、これがこれと変わっちゃうのね。そしたらダスター。コートだけはつけれそうだな。コートって俺持ってねえよな、しかし。これ、ウェアしてみる？あ、来たかも。来たかも。来たかも。おぉ、切れた。じゃ、行きつつコートも探さないとね。これでラディエーション 49%。ちゃんとプラスされていくみたいだね。平均とかじゃなくって。なんで、アーマースミスを上げて、防御力ガッチガチに上げてから行ってみましょうかも。ね。ラディエーション26。こいつらも全部分解するかも。最悪。うん。というわけで今回ここで一旦終わりにしましょう。で、次回は、あー。これ俺が今ヘルメットより強いんじゃない？いや、そんなことねえか。今600だっけ？来たー。来たー。こんなとこに眠ってたー。しかもこれゴミスクラップ。なんでばらけてるの？まあいいや。こっちにいるとこ。で、次回はちょっとアーマースミスを上げたいと思います。アーマースミスを軽く上げて、それからもう万全にして、汚染地域攻め込もうか。ね。そうしましょう。これ10減るのがちょっともったいなすぎるんでね。よし。じゃあ、アーマースミスどうやってあげようかな。もうアイアンガンガン使ってあげるかも。アイアンと、なんかこっちの皮使ってね。OK。 というわけで今回ここら辺で終わりたいと思います。よろしかったら次の動画見ていってください。アイアン。70、100ぐらい。200ぐらい。よし、来た。というわけでご視聴ありがとうございました。セシカでした。